いただき、ふるさと、ドーン、イン、佐世保市。あ、気持ちいい。佐世保が誇る観光スポット、九十九島。今日の食材はこの豊かな海で育てられているんです。それは、はい、海の男たちが整列して網ですくってる。お、なんだあの魚。今回は魚系だな。 おはようございます。すいません、そちらに行ってもいいですか。了解ですよ、 OK と、ね、大きな丸を出してくれたのは今回の食材をよく知る流水大二さん。はい、リズミカルに網ですくっているこの魚はこれです。うわ、すごい綺麗。サバ、サバです。長崎ハーブサバです、ね、ハーブサバ、もう長崎のブランド養殖サバです、ね、元気がいいでしょ、息がいいでしょ、ね、今日の食材は佐世保が全国に誇る長崎ハーブサバ。皆さんガバッで取るんじゃないですね。繊細にこう優しく。サバは身が柔らかくて肌に傷がつきやすいので、はいはい、まるであの桃のように大事に大事に。ほー、なるほどね、はい、このサバですね、うん、餌に4種類のハーブを混ぜ込んで育ててるんですよ。おしゃれ。香りとかに。おしゃれ、美味しそう。ハーブの餌で育てるサバの正体を探るべく養殖場へ、うん、ですね、うわ、めちゃめちゃでもいっぱいありますね。そうですね、向こうの奥にもうちの生けすあるんで、潮通りはすごくいいんですよね。湾じゃないんで。波風が穏やかな九十九島の海で養殖されているハーブサバ、うん、ミネラル豊富で水質も抜群な環境に加え、欠かせないのが例のハーブなんですが、はい、餌に入ってる。ハーブって言ってたのは、うん、もうこの中に入ってるんですか。そうです。ナツメグ、うん、オレガノ、うん、ジンジャー、シナモン、この4種類、元気になる、そういう意味で餌に入れてますので、食べてもいいぐらいですよ。まあ美味しくはないですけど。びっくりしたよ。でもそういうものを与えてるんですね、うん、ハーブっぽいでしょ、うん、本当。あのね、嫌な匂いじゃないですね。口の中はそのハーブっぽい。ご覧ください。餌を撒くと、みるみるうちにサバが大集合です。今日も元気かって、ね、うん、優しく声をかけながらね、そんな声をかけながらやってるんですね。そうです、娘の気分ですよ。この流水さんの声かけも美味しさの秘訣かもしれません。ちなみに他のサバと何が違うのかというと、サバ特有の臭みみたいなのがかなり減りますね。そしてあの血合い、赤いところ、はい、あそこの色が綺麗になります。さあ皆さん、食べたくなったでしょ。食べたくなりました。ということで、流水さんおすすめのお店で丼にしてもらいました。こちらの笹泉は普段からハーブサバを使用しているお店、うん、そして調理いただくのは、はい、料理長、彼がハーブサバを一番知る男です。なんかハーブサバな、ハーブサバが誕生した時からさばいてきたという歴史を知る男、料理長の豊村さん。お店にはハーブサバ専用の生けすもあり、鮮度は約束されたも同然です。ハーブサバはどうやって食べるのが一番美味しいんですか。そうですね、もうせっかくなんで生で、やっぱ臭みがないっていうのはやっぱ生で食べる時すごく感じやすいかなって思うんですよね。自分はあのサバを生で食べるってところがまずびっくりだったんですけど、こんなにも癖がないもんかと思って。おお、きれいきれい、ちょうどいい脂があのちょうどいいツヤの出し方をしてますよね。こちら程よく締まった身、そしてこのピンクの血合い、美しいじゃありませんか。ね、これハーブのおかげ。このサバの柄が綺麗やもんね、うん、そうですね、またこの柄と血合いがこう交互にあって、綺麗な盛り付けがしやすくなりますね。なるほどね。そして今回はさらなる秘策が、これはごま、サバにごまということは、うん、さあ皆さんご期待ください。美味しい、美味しいです、美味しい。決まりました。開けさせていただきます。オープン。うわー、綺麗。
いかがでしょうか皆さん。いやそんなずるいっすわ。ねえ、それはずるい丼いただいてきました。ハーフ&ハーブ丼ということなんですけれどもね。きれい。むちゃくちゃうまいんですけど、本当に。よかった、長かったですね。亀が。ちょっと味わいすぎました。青魚独特の臭みっていうのが本当にないんですよ。ふわっとしたような旨味と甘み乗ってますよね。そうですね。ハーブサバを食べ尽くしてきたはずの流水さんもこの表情。本当に美味しい。もう美味しい油だけって感じなんでね、焦って飲むのがもったいない。そうの通り。サバ嫌いの人でも食べてほしいですね。ね、サバの革命ですね。はい、言っちゃいました、レボリューション。